昨日は、鈴市と七尾市、穴水町、野戸町の審査会が合同で開催されました。その結果、鈴市で8人、七尾市で6人、野戸町で7人の合わせて21人が新たに災害関連死として認定されました。県によりますと、自宅で被災し停電したため、酸素吸引ができず死亡した例などがあったということです。 一方、珠洲市で8歳初期に亡くなった高齢者1人が不認定となりました不認定となった理由について県は亡くなったのはもともとの持病が原因で災害との因果関係が認められなかったためと説明しています能登半島地震の災害関連死をめぐる審査で不認定となったのはこれが初めてです。これで、半島地震による犠牲者は人、 災害関連死は110人となる見込みです。